皆さん、フィンランドへようこそ。今日の時間が夜の10時半なのにめちゃくちゃ明るい。これが本物の白夜。行きましょう。ガーデンからレタスを取ってきます。日曜日の朝ごはんめちゃくちゃ豪華。もちろん鳥ちゃんはオートミールと黒いパンとさっきガーデンから取ったレタス食べてます。お、ママヤッホー。3年ぶりのファースト車なんですけど、めちゃくちゃ緊張してます。私が高校生作ったミックス CD 見つかりました。すごいもうビジュアル系ばっかなんですけど、これを聞きながら街へ向かいたいと思います。それじゃあレッツゴー。無事に街へやってきました。でフィンランドなんだけど、普通道路の上でパーキングしても OK なんだけど、これを設定します。ただいまの時間は11時なので11時に設定して、でここは多分2時間 OK だと思うので、2時間過ぎたら罰金。なので気をつけます。実はトリチンがちょっと街の有名人になったので、ローカルニュースペーパーにインタビューを今日受けます。トリが3年ぶりに地元に帰ってきたので、それについて書いていきたいと言ってくれました。イエーイ。なので入りましょう。これからジムも行くんだけど、その前におやつタイム。これディーシーフルーティー、あの米で作られたヨーグルトにジャムつけるんだけど、これがベイクドオーブンのリンゴとシナモン。こんな感じです。こっちが米。あ、もうこれ本当に大好き。あ、めっちゃこれ食べたかった。美味しい。とリンゴソース。いただきます。うん、オーマイガー、アップルパイ。クリスマスの時に私動画も出してるんだけど、白ご飯で作られてるあのフィンランドのデザートがあるんだけど、これなんですよ。でドイツ文化ご存知の方は多分これも見たことあると思うんだけど、なんかドイツにも似てるやつがあると聞いたんだけど、まあ、これフィンランド人がみんなすごく大好きなおやつです。なんかね、エナジードリンクは日本だとモンスターとマレッドブルが定番だけど、こっちフィンランドではみんなこれノッコを飲んでるみたいなんだけど、カバイ。スイカだね、スイカ。あ、これ美味しい。めっちゃうまい。それじゃあジムへ行きましょう。ジムの後にスーパー寄ったら、めちゃくちゃブーミーカップがあった。トンプスランのビップスラン、じゃんじゃ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 ん。ガーデンにあるストロベリー一個食べよう。フィンランドの夏って言えば本当にイチゴなんだよね。日本は冬がイチゴのイメージなんだけど、フィンランドはストロベリーが夏です。
人の家ようこそ。これが中庭です。そこに実はプレイハウスだったんだけど、今はストレージして、ここがレタス、じゃがいも、人参と玉ねぎとケール。じゃがいもなんだ。叩きましょう。ダーティーなジャガイモなので、ここからは楽しいことやります。うちの家族はスクルブラって言うんだけど、ジャガイモをきれいにする。でもこれは普通のやり方ではございません。ちょっと特別なやり方です。棒でジャガイモを洗います。イエーイ。こんな感じでスクルブラしました。そしてこの後ちょっとだけ水入れて、リリリリリ、こういうやり方をすると、なんだろうね、パパ、ワフェヤマソラル、ワフェスクルブラビ、そうですボッチカリ、あ、ユスちゃん、こういうやり方をすると皮をきれいに取れるです。ポタティース、日曜日のディナーはめちゃくちゃ豪華です。さっき取ったじゃがいもとたくさん野菜とお肉と一緒に食べる、いただきます。ここが私の地元のオールドタウンでございます。もうここがこの家たちがもう本当にこのままなんです。ナバスクリーカル、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 ナバスクリーカル。家族と一緒にお散歩です。今日は日曜日だからよく散歩行ってます。これこそフィンランドなんですね。1835年にこの町に大きな火事があったんだけど、でほとんどの家がもうなくなったんだけど、奇跡的にこの町だけがこのまま残ってるんで、私の地元の宝物でございます。
あそこは私の高校です。そして次にやってきたのは地元の教会です。私は別に、まあ、クリスト人クリストとかでもないんだけど、やっぱね教会に入るとなんかちょっと落ち着きますね。なんか悲しい気持ちにもなるけど、神社とかお寺とかに行くときになんかハッピーな気持ちになるんだけど、教会だとなんかすごいシリアスな気持ちになるんで、なんか見られてる。Wilma, do you know this one? Pikachu? Pikachu! Baby Pikachu! Or do I hear them? Pichu! Okay, okay. Pichu! So they're Pikachu! Pichu! Togepi! Okay. Okay.まで見てくれてありがとうございます。いかがだったでしょうか。これがまるでフィンランド人の一日でした。良かったと思った人は高評価ボタンとチャンネル登録も忘れないでね。また次の動画で See you!